ということで今回ですね、鈴木が生み出した最後のレーサーレプリカに試乗させていただくことになりました。あのレーサーの名前をそのまま使った鈴木の最後の最高傑作でございます。そのマシンが何か早速ご紹介いたします。それがこちら。これは RGBガンマ250ですね。 VJ23 型になりますね。ガンマの最終型、1996年から生産されたモデルで、このモデルは GP250 のレーサーそのままのマシンが公道で販売されたっていうものになっております。こちらのガンマオーナーさん登場していただきましょう。オーナーさんです。こちら、こんにちは。オーナーさんのカオスデザインさんでございますね。これオーナーさんが自己塗装で、そうですね、塗装屋さんなんで、もともとはノーマルだし、ノーマルで汚いタイプってやつだったんですけど、ちょっと全部やり直して。おー、カオスデザインさん、塗装屋さんで自家塗装でされているガンマ、オーナーさんと一緒に詳細見ていきたいと思いますよ。ということで、こちらが RGV250 ガンマ VJ23 型で、こういった塗装だったりとか、このデカールっぽく見えるこれも塗装で再現されてるんですよね。全部カタカナつけてやりました。すげえ。シックアドバンテージだったりのデカールも全て塗装でございます。めちゃくちゃピカピカ。フロントのブレーキはこれラジアルマスターのブレンボのマスターになってますね。フロントフォークだったりとか、トップブリッジ、そしてフォークだったりディスクも、あれ、ガンマっぽくないですか。これは何を使われてるんですか。フォークとミスマタートップブリッジは全部 TZ250 っていう昔のメシのマシンなんですけど、 TZ のフロントフォークを使われてるんですか。そうですね。それで TRX のディスクを使って、で、3XV のホイールを使って、すげえ、 TRX850 のディスクに 3XV のホイール。足回りはヤマハ系のオートバイになってるんですね。ハンドリングだったりとか、これめちゃくちゃ気になりますか。そしてこれ最終のガンマはしっかりタコメーター、スピードメーター、アナログメーターになっていて、電子メーターで水温計なども搭載。そしてトップブリッジは TZ のものが使われてるんで、キーシリンダーも移植されてますね。これタンクだったりとかも、これ全部自家塗装なんですよね。ものすごく綺麗で、お、ここには見えますかね、これ浮かしもありますが、これはどのように再現されてるんですか。浮かし彫りみたいな感じで厚みを持たせてから塗装してあるんですよ。これも全部塗装で再現なんですね。テールカウルなどは純正カウルで、このテールはレース用のやつをちょっと加工して、レースカウルなんですね。だからこのちょっと形状もレーシングカウルになっているものになっていて、そしてこれ下に行くと、これチャンバーはどちらのモデルですか。ジョリーモトですね。ジョリーモトチャンバー。ジョリーモトチャンバー、初めて聞いたチャンバーですね。なかなかいいですよ。その3度もいろいろテストしたんですけど、ストリートで育ってて面白いのはやっぱそれが面白かったんで。そういうことですね。手の字に曲がったこれカルアームっていうものがね、 VJ22 ではホンダに怒られたモデルがVJ23 では復刻したものになってますね。そしてこれリアのホイールもティーゼット。ノーマルです。ノーマルホイールで、で、リアショックはないと思います。リアはノーマルで、リアショックこれナイトロンなんですね。ナイトロンのしかもブラックボディですね。めちゃくちゃレアなブラックボディで、この RGB ガンマ、今回乗れるとは思いませんでしたよ。それでは、オーナーさんのカオスデザインさんにお借りさせていただきます。お借りします。この大切な250ガンマ、私 VJ23 は初の試乗になりますね。早速またがりますよ。よいしょ。おお、シートカウルはかなり低め、足つきはね、両足しっかり、身長160センチでもつきますし、このコックピットご覧ください。 TZ のトップブリッジになってるから、まさにレーサーな感じになっていますね。早速キーをオンにしてエンジン始動いきたいと思います。じゃあキックで、あれ、キックがありませんねそう、この最終のガンマはなんとセルでのエンジン始動になるんですね。早速エンジン始動しましたが、この鑑識の音、そしてこの排気音、綺麗に吹き上がる、めちゃくちゃすごいものになっていますね。さあ早速 RG ガンマ乗っていこう。これがガンマの乗り足か。さあ、ということで私乗っております VJ23 の RGB ガンマ250でございますね。記憶すごろすぎる。
うわ、そしてブレーキの性能性が素晴らしい。このガンマはやばちょっととんでもない場所がいるなこのガンマ、まずは歴史からご紹介させていただくと、レーサーレプリカが終わりかけの1996年になんとね、フルモデルチェンジをして登場した1台になるんですね。ただやっぱりレーサーレプリカブームと排ガス規制、1996年から1999年の短い4年間3年間しか販売されていないモデルになっていて、合計出荷台数はたったの2400台しか出ていないモデルになって、しかもね、販売されていたのは SP モデルのみになるんですね。フルモデルチェンジと言いましたが、これね、フレームから新設計で、エンジンの V バンクも普通は90度 V のエンジンになっているんですが、 GP250 のマシンと同じ70度 V まで狭めて、面白い。あの NSR250R も MC28 が SE と SP だけの継続販売だったのに、ガンマだけはね、1996年からでも本気で勝ちを狙いに行っていたマシンだったんですね。うわちょっと待って、パワーバンドの加速やばいんだけどおい、ちょっと待って、久々にこんなビビった嘘でしょ。あのね、7000回転ぐらいで入った瞬間のとんでもない加速感、低速トルクはちょっとね、控えめな感じなんですよ。 NSR とかと比べると、あ、やっぱりガンマなのかなと思いきや高回転のパワーやばい。おお、ちょっと待って、これ分かりますかこれ、すげえ速さ。あー、フロントリフトそうだぐらいのものだったら過激なオートバイでございますね。この VJ23 もね、本当のレーサーレプリカっていう風に言われてるんですって。てか、もうなんならレーサーと言っても過言ではないんですよ。なんでかというと、続きはホンダやヤマハみたいに市販レーサーのオートバイが存在しなかったものになってたんですね。 GP250 でホンダやヤマハを打ち負かして優勝したモデルをそのまま忠実に再現したのがこの VJ23 なんですよ。なのでこのね、カウル形状だったりとか、この丸みを帯びているものになっていたりとか、これはね、空力性能をめちゃくちゃ考えられたカウルになっていたり、 NSR や TZR では採用されなかったこのラムウェアのタクト、こういったのも市販車で採用されているモデルになってるんですね。初めてガンマ乗れましたが、まんまレーサーに乗ってる気分ですね。このガンマは新設計70度 V のエンジン、これに変更されているおかげで、ホイールベースも VJ22 から 55mm ぐらい狭まっていて、何よりもマスの集中化などが図られていて、さらにこのオーナーさんの TZ のフロントフォークやトップブリッジがすごい効いてて、なんだこのコーナーリングはNSR や TZR とかのコーナーリングと全然違う、すっごいバッタンバッタン寝るような感じになっていますね。唯一 NSR250R に勝てるモデルだというふうに言われて、まさにこのレーサーと思えるぐらいのこの低速トルクの薄さからのこのパワーバンドの怒涛の加速、これはね、私 NSR250R 乗ってる身としても NSR より上だと言えてしまいますね。うわやばいやばいやばい、一般行動でパワーバンドに入れようもんならね、もうぶっ飛んじゃう。1995年に GP250 で優勝してますからね。あのホンダやヤマハを差し置いての優勝ですからね。この社名の RG という意味にはレースオブグランプリ RG という名前が付けられているものになっているんですね。 NSR とかのね、 SP モデルっていうのはフロントフォークだったりとか乾式クラッチが搭載されているだけで、エンジンとかはね、スタンダードモデルだったりと何ら変わりがないんですが、このガンマはね、もう何もかも違うモデルになります。この VJ23 は SP のみの販売で、ワークスマシンと同じエンジンレイアウトなんですよね。それがスズキの本気が伺えるモデルになってますね。しかもこのガンマがね、レーサーレプリカではなくてレーサーと言われているゆえんが、普通ホンダやヤマハはね、 HRC だったりとかレーシングチームがレーサーを作って、それを元にね、レーサーレプリカである NSR250R だったりとか TZR が作られるものになってるんですが、このガンマは市販車が作られて、それを元にワークスマシンが作られて、そのワークスマシンのフィードバックをまた市販車に戻すというサイクルになってるんですね。だからこの1996年に満を持して出した新型はまさに公道を走れちゃうレーサーモデルなんですよね。これは乗り味からも伺えますね。だから低速トルクはね、まさにこういう細い道だったりとかはね、十分なんですが、ちょっとでもね、ここいらとかでガバッと開けるもんなら、こうやってノコついてしまうくらい、そんぐらいエンジン性能がピーキーですね。金田も言ってました、ピーキーすぎてお前には無理だよって。さあもうつけろよデコつけろ。死ねー。そしてね、このハンドリング、これがね、
NSR や TZR とまるっきり違う、まあ、オーナーさんがこのヤマハのハンドリングとスズキのハンドリングをねこれ組み合わせてるっていうのもあるんですが、すげえ不思議なハンドリングしてやがる。なんだこれは。このマシンはね乾燥重量がなんとね132キロまで軽量化されたガンマになっていて、馬力は40馬力のモデルになっているんですが、輸出モデルも存在して、輸出モデルではエンジンで62馬力のスペックを発揮してるんですよ。これ 250cc だよ。スズキってねなんかそういうことやるよね。 400cc クラスでもね CB400 スーパーフォアとか53馬力とかでね正規制ですごい抑えていたところで、スズキの GSR400 61馬力だからね。 400cc でも本気出しちゃったなみたいな。さあちょっと加速していってみたいと思いますよ。いきますよ。いやこれ負けらんない。パワーバンドの加速は本当にどんなマシンにも負けない加速をしてますね。本当ね乗ってる感覚は NSR のパワーバンドをもうちょっと上に上げたような。この速度域では効かないでしょうが、ラムエアのおかげもあるのか、どんどん車速が伸びていけばいくほど加速感がぐんぐん伸びていくような感覚なんですよね。これがヤバすぎる。そしてこのガンマにはねものすごいね熱いメッセージが込められているんですが、このガンマにはねカラーリング3色プラスアルファラッキーストライクカラーがね販売されたモデルになるんですが、ディスカリアマゼンダカラーっていうのも販売されてるんですね。そしてねチェーンアダスターのここだったりとかにも紫色が搭載されていたりとかするんですけど、ディスカリアマゼンダカラー、この名前不思議なすごいカラーじゃないですか。これはね紫色の花から取られているものになっているらしくて、このディスカリアマゼンダの花言葉が望みを達成する情熱っていう花言葉があるんですよね。とんでもない熱いメッセージが鈴木からね込められているモデルになるんです。この RG のねガンマっていう言葉、このガンマにもすごい思いが込められているものになるんですね。 250cc で市販車初のアルミフレームが搭載されたガンマ、そしてね WGP500 クラスでもバックスマシンはガンマ、そしてこのガンマも RGV ガンマ250というね社名がレーサーマシンと同じ社名になっているんですね。続きはレーサーレプリカブームが去ってる中でこんなマシンを作り出してしまうとんでもないメーカーですね。そしてやばい、パワーバンドの加速がやばい。パワーバンドの音がマジで違うもん。 NSR とかのそれじゃない。ワックスマシンのサウンドと同じだぞ。意外にも乗り慣れてくると低速のトルク、この発進の難しさって気にならないですね。なんていうかライダーがこのマシンをうまく扱ってくださいみたいな、そんなことをねマシンから言われてるような感じ。ただやっぱねエンジンからは俺は回せよ回せよみたいな、そんなことをマシンから言われてるような、そんなパワーしてますね。そして1999年で2ストロークが排ガス規制で全て生産終了になってしまったモデルになって、川崎が出したゼファー、これがね空冷2バルブエンジンで鉄フレーム、レーサーレプリカのお金がかかったモデルとは逆行したモデルがゼファーブーム、ネイキッドブームを生んで、市場だったりとかも全て締め出された中でガンマが新設計できたのは、ガンマっていうのはスズキの社訓をかけたそんなオートバイだったんですね。だからこその妥協を許さないこれヤバすぎるマシンになったわけだSP モデルはねこれクロスミッションにもなってるんですよね。クロスミッションだからこそパワーバンドの加速が一生途切れないようなものになっていますね。ずっとパワーバンドで永遠に加速し続けていくような感じ。2ストローク普段乗ってる僕がここまですげーって言えるのはもうこれだけだ上りのコーナーリングとかも入ってて見ますか。おおやばこれ、うわいやいやこれ開けれねえこれ、パワーバンドの加速が強烈すぎる。そして左コーナー、うわすげえこれ、ピタってねコーナーリングに張り付いていくような感じ。そんな乗り味からだ富士スピードウェイの本コースだったりとかでは NSR、TZR、ガンマ走らせるとガンマがねホームストレートでぐん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  NSR を引き離していったものになってるみたいです。ストレートが長いサーキットでは本当にこのラムエアも相まって無敗だったマシン。しかもこれオーナーさんスプロケットをロングにしてるみたいなんですよ、ショートじゃなくてロング気味だこれ。70度 V バンクの本当にワークスマシンをそのまま乗れちゃうガンマ、こんなコーナーリングをキビキビ走るとか気持ち悪い。最後の最後に本当に文句のつけどころがないガンマ、レーサーレプリカ、いやレーサーを行動で出したんですね。オーナーさんこのガンマ試乗させていただいて本当にありがとうございました。こんな VJ23 がここまで素晴らしいモデルになってるとは思いもしませんでした。スズキの全てがこのマシンに詰め込まれているものになっておりました。サイドスタンドドラスオーナーさんのこの自家塗装のカエルもめちゃくちゃ美しいですし、
TZ の足ね、これもうめちゃくちゃバッチ。見てください、ダストシールもレスだよレーサーポークまんまだからね。カオスデザインさん、これねめちゃくちゃすごい塗装屋さんで、数々の名だたるレーサーの方のヘルメットだったりとか、いろんなサポートされてた方みたいですよ。ガンマ、本当に素晴らしいオートバイになっておりました。こんな鈴木のオートバイは二度と作られない。オーナーさんのカオスデザインさん、使用させていただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家に行くからな